アンソニー・マイケル・シングラーには、アメリカ合衆国入りのイ異ッ国軍、エバー・グリーンパーク出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のセントルイス・カージナルス所属。愛称は、グラニー。2011年の MLB ドラフト3巡目で、シンシナティレッツから指名され、プロ入り。2012年にはマイナーで、防御率1.74を記録し、有望株として、評価を上げた。 9月9日のヒューストンアストロズ戦で2番手として登板し、メジャーデビューを果たした。2013年4月18日に先発投手のジョニー・クエトが故障者リスト入りしたことに伴い、メジャーに昇格し、クエトの代わりに先発ローテーションに入った。4月28日のシカゴカブス戦では、振り逃げを含めた1イニング4奪三振を記録。以後、 大体投手とは思えない圧倒的なピッチングを披露。最終的には23試合中18試合に先発登板し、防御率2.927勝4敗、ホイップ1.10という好成績をマーク。際立った能力が2つあり、一つは三振ダッシュ、能力。104.2イニングで120個もの三振を奪い、脱三振率は10.3に達した。もう一つは牽制で、 メジャー全体で3位台の6県政史をゲットした。2014年は右肩権念を発症し、13試合の当番に止まった。先発で投げたのは11試合で2勝8敗、防御率4.55と制裁を欠いた。また、前年は1 0 0イニング長で14被弾だったのが、この年は6 0レイニングちょっとで12本もホームランを許した。 2015年はリリーフをメインに、キャリアハイの35試合に登板した。33.1イニングで39奪三振を記録し、奪三振率は10.5と2年ぶりに、以前の水準に回復したが、0勝3敗、防御率5.67と打ち込まれがちで、引き続き調子が上がらなかった。2016年は65試合に登板し、クローザーを任される局面も多かったが、 2勝5敗17、西部、防御率4.14、ホイップ1.44という成績に終わり、役割を全うできなかった。また、自慢の三振脱出能力でも、再び脱三振率が9.0未満に転落した。2017年は遺跡までに25試合に、登板したが、防御率5.40、ホイップ1.33と振るわなかった。 2017年7月31日に、スコットバンスライク、ヘンドリック・クレメンティナとのトレードで、ロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。移籍後はやや復調し、22試合登板で、防御率2.79、ホイップ1.09であった。2019年7月31日に、ジェド・ジョーコ、キンセントのトレードで、ジェフリー・アブレイと共にセントルイス・カージナルスへ移籍した。ありがとうございます。